マシュー・マコノヒー50は1450万ドル約15億円のロマコメ出演オファーを断ったことがあるそうだ。ウェディングプランナーや10日間で男を上手に振る方法などロマンチックコメディ作品でスターの座を確立したマシューだが、そのジャンルから抜け出すことを決めたことから2010年に持ちかけられた巨額契約を断ったのだという。自叙伝グリーンライツにはこう綴られている。そのオファーを断った、自分でやりたいことができないのであれば値段に関わらずやるつもりがなかったからだ。ロマコメ作が嫌いだったわけではないものの、2010年に入ってからノッティングヒルの恋人やブリジット・ジョーンズの日記、ラブ・アクチュアリーなどに主演したヒュー・グラントの後任として見られるようになってきたとして、ロマンチックコメディ作は今でも自分にとって一番は安定したヒットを生み出せるものであり、そのため常にオファーが来る。個人的には男が女を追いかけ失敗するけどそこから立ち上がってその子を勝ち取るという何も考えずに見られる作品で、人々を日常のストレスからロマンチックに解放できることを楽しんだヒュー・グラントからバトンを受け取り、それを持って走ったんだと続けている。バンメディアインターナショナル、デイリースポーツ、マシュー・マコノヒー50は1450万ドル約15億円のロマコメ出演オファーを断ったことがあるそうだ。ウェディングプランナーや10日間で男を上手に振る方法などロマンチックコメディ作品でスターの座を確立したマシューだが、そのジャンルから抜け出すことを決めたことから2010年に持ちかけられた巨額契約を断ったのだという。自叙伝グリーンライツにはこう綴られている。そのオファーを断った、自分でやりたいことができないのであれば値段に関わらずやるつもりがなかったからだ。ロマコメ作が嫌いだったわけではないものの、2010年に入ってからノッティングヒルの恋人やブリジット・ジョーンズの日記、ラブ・アクチュアリーなどに主演したヒュー・グラントの後任として見られるようになってきたとして、ロマンチックコメディ作は今でも自分にとって一番は安定したヒットを生み出せるものであり、そのため常にオファーが来る。個人的には男が女を追いかけ失敗するけどそこから立ち上がってその子を勝ち取るという何も考えずに見られる作品で、人々を日常のストレスからロマンチックに解放できることを楽しんだヒュー・グラントからバトンを受け取り、それを持って走ったんだと続けている。